この番組はギルドマネージャー五穀とグランドスポンサーの提供でお送りします。はい、ご視聴ありがとうございます。愛です。今回はゴミ武器と言われまくっている百竜ライトのおすすめ装備というか、私が使っている装備と百竜ライトを強化するにあたっての注意点をご紹介したいと思います。よければお付き合いください。百竜ライト、最初は全然使えないじゃんと思ってました。群れはひどい、反動もでかい、使える弾は選ばないと使えない、そしてライバルが多すぎる、それぞれの弾の強武器が多すぎるのでダメじゃんってなっちゃうんですよね。でも使いたくないですか？せっかくの百竜武器、色も自分の好きな色に変えられるし使いたいですよね。他の武器種ではめちゃくちゃ強いと言われる百竜武器、百竜弓に百竜体験、百竜笛、百竜チャージアクス、百竜双剣、これは負けてられんと試行錯誤してカスタムしてみました。比べるとダメなんですよね。この武器にしかないものを自分で作っちゃえばいいじゃんと思って、今回は貫通ライトでスキルを組んでみました。回心率でナルガライトに負けるならマイナス回心にすればいいじゃんと思ってこうしました。攻撃力特化の貫通ライト装備です。ここが百竜ライトのいいところなんではないかと思います。自分の好きなようにカスタムできるんですよ。めちゃくちゃいいですよね。しかも装填拡張なしでこれだけの装填数、素晴らしい。断裂弾のことは一旦忘れましょう。はい。で、注意点なんですが、百竜強化は百竜警護1の時点で追加したい弾の百竜スキルを必ずつけておいてください。そうしないと装填数は増加しません。ここだけ絶対に忘れずに追加しておいてください。で、今回はナルガライトにはない睡眠弾を追加してみました。ここに関してはもうお好みでお願いいたします。防具構成はリノプロ S ヘルム、バイク S メイル、ジュラアーム、ジャナフ S コイル、アシラ S グリーブ、宝石は攻撃レベル2のスロット3がついているものを使っております。これはもうご自身のお持ちの宝石で作ってみてください。スキルです。攻撃レベル7、貫通弾貫通矢強化レベル3、装填速度レベル3、速射強化レベル3、反動軽減レベル2、ブレ抑制レベル2、気絶耐性レベル1、ひるみ軽減レベル1となっております。で、もう一つ、砲三段の百竜ライトも作ってみました。百竜夜行でめちゃくちゃ使えるのでこれも作ってみてください。防具構成はスカル S ヘッド、ヤツカダメイル、ジュラアーム、ヤツカダコイル、アシラ S グリーブ、宝石は弱点特攻レベル2にスロット3と1がついているものを使っております。これはご自身がお持ちの宝石で調整してみてください。三段強化の宝石とかでも作れます。スキルです。弱点特攻レベル3、弾丸節約レベル3、三段強化レベル3、速射強化レベル3、超回心レベル2、装填速度レベル2、反動軽減レベル1、ブレ抑制レベル1、腹痛レベル1、ひるみ軽減レベル1となっております。このまんまの構成ではないんですが、砲三段特化の百竜ライトで百竜夜行を楽しんでる方々の映像がこちらです。ご覧ください。動画のリンクは概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、めっちゃ使います。百竜武器いいんですよ。ということで、ゴミ武器と言われているならゴミ武器じゃないよと証明すればいいじゃんってことで、今回はみんな大好きオロミドロに行ってきました。よければご覧ください。どうぞ。ブレ抑制レベル2をつけても暴れ豆大福を食べるとブレちゃうんで、嫌な方は射撃団子だけにしてください。
かがだったでしょうか。百竜ライト、自分の好きなようにカスタムできて、使いようによってはすごく強いので、皆さんもぜひ作って遊んでみてください。今回の動画は以上となります。最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネルの登録と高評価、よければお願いいたします。それではまた次の動画や配信でお会いしましょう。バイバイ、またねー。